11月23日に、
ニューシングルをリリースさせてもらったんですけど、そのタイトルにもなっている曲です。それでは聴いてください。ハートラテ。あなたが欲しい。
CD が、はい、ニューシングル、2曲入りのニューシングルと、あと、2010年の11月23日に発売させていただいた、アルバム入りのミニアルバム、はい、ミニアルバムあるので、ぜひ皆さん聴いていただければと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲は、このニューシングルの中に入っているカップリング曲です。はい、それでは聴いてください。桃色モンスター。心の中の隠し場所へと
ちも一生近い
です。